ショーンスタの前をご注目ください。素晴らしい記録が達成しました女子やり投げの表彰です。プレゼンターは森西市西部本社山本豊事業部長です。第1位井村由紀さん鈴木浜松アスリートクラブ、その記録は59m81、大会新記録でした。第2位宮下久さん大阪体育大学 AC、 その記録は54m28。賞状とメダル、そして優勝者には賞が贈られます。賞が発表されました。第2位宮下梨沙さん大阪体育大学 AC、 54m21。賞状とメダルが授与されます。第3位池辺真由美さん九州国立大学、記録47.01。賞状と全が記録されます。以上で一般女子やり投げの表彰を終わります。おめでとうございました。大きな拍手をお送りください。